物語は5週目突入。まだまだ楽しいことは残ってる。だからこれからやっていく。放課後のイベント、もっと七咲のそばにいたい。今すぐプールに向かおう。ちょっといい？あなた、七咲に会いに来たんでしょ？そう、やっぱりね。ええ。ねえ、少し聞きたいことがあるんだけど、いいかな？そう、七咲のこと。実はね、ここ最近七咲の様子が少しおかしいのよね。なんだかぼんやりしてることが多い上に、練習にも身が入ってないようなの。今まではこんなことなかったんだけど。ええ、しかも原因がわからないから対処のしようがなくて。君、七咲から何か聞いてない？そう、君ならって思ったんだけど。ううん、それならいいの。あ、ねえ、あ、ちょっと待って、今行くわ。まだ途中なのに呼ばれちゃった。せっかく君に時間をもらったのに、こんな中途半端に終わりだなんて。触ってくれると助かるわ。それじゃあ、私は部活に戻るわ。あら、行っちゃった。気になるところではあったんだけどね。七咲の様子がか、確かに気になるよな。よし、そのうちお昼にでも誘って事情を聞いてみるとするか。と、今日はもう練習が始まるからおとなしく戻っておくとしよう。紳士やね。変態純一なら残り続けて盗撮とかしそうなんですけどね。このイベントはこれで終了して、もちろん次につながり、翌日以降もやっていこうとは思うんですけども、なんでこんな深刻的な話の時にあの一枚のエッチな絵を見せつけてきたんだろう。もっと他にあったよね。別のでよかったよね。朝のイベント、七咲が猫を撫でている。脅かさないように近づこう。いや、これと言ってても猫いますよ、いきなり。いつもいないのね。あの猫はいろいろと七咲編ではなんかあったりしたな。まあ、今回もあるんでしょうけどね。逃げちゃいましたね。仕方ありませんよ。あの子、人見知りしますから。ええ、プーって言うんですよ。はい。そうですね。そうかもしれません。
でしょうか。もしかして先輩も撫でてもらいたいんですか。はい、あのできればそうしていただきたいんですけど。いやいやいや、そうなんですか。なんで否定したん。絶対本心撫でてもらいたいよね。ほら、別にいいですよ、撫でてあげても。え、ゆえ、撫でてほしいってゆえ。お、先輩、少ししゃがんでもらえますか。始まる。あの撫でられてるんですけど、なんで空、あのそういうシーンがどうです。そうですか。見せて、撫で撫でしてますけど。なんだか先輩の髪って綺麗ですね。どうでもいい情報やけど、プレイヤーからしたら。はい、でも本当のことです。回数がだんだん増えていってる。どうですか。そうですか。あら、終わっちゃった。いえ、でもやっぱり少し照れますね。今さら。それじゃあ私はそろそろ。強引に。え、ちょっと水泳部の部室に寄ってから戻ろうと思ってましたので。嘘つけ。すみません。はい、それでは失礼します。逃げた。ふうじゃねえよ。お前だけだろ、賢者タイム入ってんの。俺入ってねえぞ。はあ、まさか長崎に頭撫でてもらうことになるなんてな。でも想像してた以上に気持ちよくて、なんだか得した気分だよ。お前だけな、ずっとこのイベント満足感あるのお前だけや。見てる視聴者、俺全然満足感ない。せめて1枚の絵があったらよかったんですけど、それもなかったからさ、納得できないんだよね。1人満足してさ、まあ、これが次会話イベントにつながるんですね。このイベントは単発でこれにて終了。七崎と一緒に食事がしたい、テラスに行ってみよう、先ほどの放課後のイベントの続きのやつです。先輩もお昼ですか。はい、喜んで。先輩が一緒だと私も嬉しいです。じゃあ早速食べましょうか。はい、一番美味しそうだったので。こっちはどうでした。はい、じゃあ先輩も私のどうぞ。先輩の方も美味しいです。はい、確かにここのところあまり調子がいいとは。ああ、でも心配いりませんから。
りこういう風にタイムが伸び悩むこともありますので。何ですか？大丈夫です、ただのスランプなので。すみません、心配をかけてしまって。あ、それより先輩、早く食べないとそろそろ時間が。はい、そうしましょう。こうして七崎とお昼を一緒に食べた。うん、確かに水泳の調子は悪そうだけど、塚原先輩が言うほどのことはないような。でも実際に心配は心配なんだよな。しばらく様子を見てみるとするか。ということで、このイベントも引き続き継続してまた次につながっていきます。2つも発生したんだね。なんかちょっとことは重大なイベントになってきたね。水泳少女の七崎が純一との出会いによって変わりつつある。それはいい方向なのか悪い方向なのか、今若干空気的に悪い方、 BGM 的にもね悪い方って感じなんですけど、今後どういう進展があるのか、まあ、これからもやっていきましょう。今発生した2つのイベント、早速プレイすることが可能で、1つが七崎が下駄箱で誰かを待っているようだ、こっそり近づいてみるっていう選択肢次第ではなんかイベントが消えたりするのかな。でもう一つは家に帰ってゆっくり漫画でも読むかというすんげえ温度差あるイベントなんよね。まあ、でもこれをすることによって別にルートが消えるというわけではないので、これもこれでまた重要なイベントなんでしょう。今は流れ的にこっちやった方がいいんじゃないですか。なんだよそのなーなさきって。先輩、先輩を待ってたんです。私を？ええ、一緒に帰れたらと思いまして。ええー、何その逆アプローチ。一緒にか、それは構わないけど部活はいいのか。はい、大丈夫。本当に？ええ、今日は本屋さんに行って参考書を買うつもりだったので。あ、なるほどね。それでどうせ行くなら先輩と行きたいと思いまして。行きたいと、先輩と行きたいと。いいですよね。ですよね。だね、こっちも断らないこと多分相手分かってると思うんで。うん、もちろんだよ。ありがとうございます。断る理由もねえわこんな。そうですね、これが何か重要なイベントにつながるんでしょうね。じゃあ私ちょっと探してきますね。はい、なわけないだろバカか、お前どんな想像してんだ。僕が突然誘ったりしたら七崎は驚くかな。ここのところ少し元気がないように見えるし、もし遊びに行くことで気晴らしになるのなら。よし。何がよしなんですか？あ、聞いてたんだ。まあ、純一さんの覚悟はこれから見れると思うんで見ていきましょう、じっくりと。すみません、お待たせしました。今の教科書にぴったりのものがありました。はい、この選択肢来ましたけども、誘う誘わない、誘わないというと次発生するイベントが消えるんでしょうね。で、誘うとそのデートがある。もちろんこっち、うん、なんで迷った。逆に、先輩、
私、中学ではそんな風に誘われたことがなくて。はい、なんだか高校生になると今までとはちょっと違うんですね。行きます。私、先輩と遊びに行きたいです。はい。ええ、構いませんよ。はい、先輩こそ寝坊しないでください。楽しみにしてますからね。では、そろそろ行きましょうか。こうして七崎とデートの約束をした。日曜の13時、繁華街だったな。ははは、今から楽しみで仕方ないぞ、俺もだ。日々の積み重ねが大事なんだって、お父さんが言ってたよ。頑張ってね、ニーニー。頑張ってます、ニーニー。